日本ハムとの練習試合、先発マウンドにはこれが実戦デビューのドラ1ルーキー古謝樹。注目の立ち上がり、先頭郡司をライトフライ、2番浅間を内野ゴロと幸先よくツーアウトを奪います。その後ランナー1人を背負い、4番レイエス。高々と上がった打球は風にも乗ってライトスタンドへ。一発を許し2点を失います。それでも続く2回はしっかりと切り替え、三者凡退に打ち取った古謝。収穫と課題を手に初マウンドを終えました。プロの舞台で投げられたってことは、まあ第一の収穫となりますし、次は変化球とまっすぐをコンビネーションをしっかり取って、またいい収穫のある登板にできればいいかなと思ってます。5回には侍ジャパンに選出された渡辺翔太が1イニングをゼロに抑え、順調な調整ぶりを披露。なお試合は6対5で日本ハムが勝利しています。